旅客機が地上において損傷を受けたり火災が発生した場合に行われる緊急脱出。一般的に脱出スライドを使用した緊急脱出を行うと、かなりの確率で何人かは怪我人が発生するものです。かすり傷や打撲程度で済めばまだ良いものの、場合によっては骨折などの重傷を負うケースも珍しくありません。脱出スライドはあくまで命を守るために、旅客を速やかに機外に脱出させるためのものであって、もちろん娯楽としての滑り台とは全く違います。例えばこのように車輪が折れ、機体が傾いている状態でもスライドの先端が地面に接地していなければならないなどといった基準に沿って設計されており、このような急角度で脱出することも想定内です。あくまでドアから真下に落っこちるよりはマシという観点で作られていると考えるべきでしょう。多くの場合、緊急脱出スライドを使用した際に負う怪我は、スライドを滑り降り地上に降り立つ際に発生します。脱出スライドはその構造上かなりの厚みがあるため、地上に降りる際にうまく足から着地できなかった場合には、腰や手をアスファルトやコンクリートなどの硬い地面に打ちつけてしまうのです。そのため離陸前にも機内で説明があるように、スライドは上体を起こして滑ることが重要であり、またスライドの下では降りてきた人を支え援助する人が不可欠です。ところで旅客機からの緊急脱出といえば、このようなドア付近から地上に伸びた緊急脱出スライドを使用する光景を思い浮かべる人が多いかと思いますが、全ての旅客機においてこのような方法で脱出が行われるとは限りません。飛行機によっては脱出スライドを使用する場合と同等か、あるいはそれ以上に怪我を負ってしまう可能性のある脱出の仕方をしなければならないものもあります。そのようなケースをいくつかピックアップしてみましょう。旅客機の非常口の位置は機種によって様々ですが、中には主翼の上にも非常口が設置されている飛行機があります。このような場合、それなりの大きさの飛行機であれば、他の非常口と同じように脱出スライドを使って翼から滑り降りることとなります。例えば小型ジェット旅客機の代表格の一つ、エアバス A320 などでもこの装備が見られますが、一方で A320 と同サイズとなるボーイング737には、最新型の 737MAX も含め、主翼から降りる際の脱出スライドは装備されていません。またこれよりも一回りサイズの小さい旧ボンバルディア C シリーズ、現在のエアバス A220 と、それと競合するエンブラエル E190-195、両機を比較してみても、 A220 には翼から降りるためのスライドがあるのに対して、 E190-195 にはそれがありません。これはなぜなのでしょうか。そもそも緊急脱出スライドは、脱出口が地上から6フィート、1.8 メートルを超える高さにある場合に装備しなければならないという基準があります。この基準は、脱出を援助する装備がなくとも怪我をせずに飛び降りることのできる高さという考えのもと決められているようなのですが、この基準に対してはその妥当性について懐疑的な見方も存在します。これについてはまた後ほど触れますが、ともかく現在の基準だと、胴体から直接脱出する非常口の場合には、ドアの敷居の部分が地上から 1.8 メートルを超える高さにある場合に脱出スライドが必要ということになり、例えばエアバス A320 であれば、前方のドアの高さは地上から約 3.5 メートル前後、ボーイング737の場合は 2.7 メートル前後となるため、いずれの場合も脱出スライドが必要です。一方、翼上の非常口の場合、脱出スライドを装備すべきかどうかの基準は、非常口のドアそのものの高さではなく、脱出の際に通ることとなる主翼の高さとなります。そしてその高さは、翼の後縁にあるフラップを展開した場合の高さを考慮できるものとされています。フラップとは、低速域でも飛行できるように揚力を増す目的で装備されている動翼で、離着陸の際後方にせり出すように降りてきます。ボーイング737やエンブラエル E190-195 では、フラップを格納した場合だと、翼の高さは地上から 1.8 メートルを超えるものの、フラップを展開した場合、その高さが 1.8 メートルを下回るため、規定上緊急脱出スライドを装備する義務がないのです。つまり
フラップを脱出スライドの代わりに使用するということで、実際に緊急脱出を行う際にパイロットが取る手順にもフラップを展開する操作が含まれています。ちなみにフラップは下ろす角度を何段階か選択できますが、脱出スライドを装備するか否かの判断においては、離陸時と着陸時いずれかのフラップ角のうち地上からの高さが高くなる方を基準とすることとされているようです。通常は離陸時のフラップ角が適用されることになりますが、ボーイング737-800の場合だとその高さは70インチ、約 1.78 メートルとなるようで、脱出スライドを装備しなくても良い 1.8 メートルの基準ギリギリということになります。実際の緊急脱出時のチェックリストでは、フラップは最大下げ位置まで下げることとなっているため、この場合は地面まで42インチ、約107センチメートルまで下がることにはなっていますが、とはいえ、このフラップは最大下げ位置まで下ろした場合、画像のようにその下の部分はほとんど垂直に近いような角度にまで下がります。このため、実際のところはそれなりの高さからかなりの急角度で滑り降りることになるでしょう。またフラップは機体の動力で動作し、かつパイロットが操作するものという性質上、緊急脱出時に完全に下がりきっているという保証はありません。実際この画像のように離陸時のフラップセッティングのまま脱出しなければならないこともありますし、緊急時に全ての電源油圧系統が失われた場合には、最悪フラップが格納されたままというケースも考えられます。例えば2019年に海外で発生したエンブラエル E195 の脱出事例においては、パイロットがフラップが降り切る前にエンジンをシャットダウンしてしまったため、フラップも動作を停止し、結果想定よりも高い位置から旅客が飛び降りる羽目になったという事例も発生しています。この時は一応 1.8 メートルの基準内だったものの、事故報告書ではこのようにフラップの位置に依存する脱出方法は、理由は何であれフラップが降りていない状況が発生すると脱出が妨げられ、また旅客や乗組員が怪我を負う危険性をはらんでいるという点を指摘しており、最後にも触れますが、基準そのものを見直すべきという結論に至っています。ともあれ、翼から飛び降りることが前提の飛行機ではこういうリスクもあるのだということを覚えておいた方が良いでしょう。ちなみにエンブラエル E190-195 に関しては、最新の E2 シリーズではエンジンの大型化に伴い翼の位置も高くなったためか、主翼からの脱出時においてもスライドが使用できるようです。このように通常の非常口からの脱出とは勝手が異なる場合もある翼上の非常口ですが、同じように緊急脱出スライドを使用せずに脱出しなければならないケースは他にもあります。先ほども述べたように、緊急脱出スライドはドアの高さが地上から 1.8 メートルを超えている場合に装備しなければならないわけですが、これは裏を返せばドアの高さがそれ以下であれば装備する義務はないということになります。つまり単純に脱出スライドが装備されていない飛行機というケースです。緊急脱出スライドが装備されていない機種で最もドアの位置が高いのは、おそらく CRJ700、900、1000であり、その高さは 1.73 メートルとされています。ボーイング737の翼上非常口のケース同様、基準ギリギリとなっていますが、こちらは滑り台になるフラップなどなく、まっすぐ下に飛び降りることとなります。1.73 メートルというと、ちょうど日本の成人男性の平均身長より少し高いくらいですが、このように聞くと皆さんはどのように感じるでしょうか。そこまで高くないのではないかと思う方もいるかもしれませんが、おそらく実際にその場に立って下を見下ろすと結構な高さに感じられるはずです。実際問題、着地の仕方が悪ければ怪我を負う可能性は大いにありますし、子供や老人となるとなおさら危険です。できれば一度床に腰を下ろして慎重に飛び降りたいところですが、切羽詰まった緊急脱出の状況下で果たしてそのような余裕があるでしょうか。もっとも、これは胴体前方右側のドアの話で、左側のドアは階段を兼ねているため、こちらが使えるのであれば飛び降りる必要はありませんが、余談ですが、CRJ の700型以降が地上で大きな前傾姿勢となっているのは、このドアの規定が関わっています。同機は CRJ200 の胴体を延長したものですが、胴体後部が地面と接触することを避けるため、メインランディングギアが大幅に設計変更され、大型化しました。
これに伴ってノーズランディングギアもやや大型化されはしたものの、胴体全部を持ち上げすぎるとドアの高さが 1.8 メートルを超え、緊急脱出スライドを装備しなくてはならなくなるため、その必要がないギリギリの高さに抑えられているのです。そしてもう一つ、意外と脱出に苦労するかもしれないのが ATR4272。同機も胴体自体の高さは低く、客室の床面も地上から 1.4 メートル前後でしかありませんが、前方にある非常口のドア枠は床面よりも高い位置にあり、やはり地上から 1.67 メートルはあるようです。しかもこのドアはとても小さく、かがみながらドアを乗り越え 1.67 メートル下に飛び降りなければならないということを考えると、ある意味先ほどの CRJ よりも難易度が高いかもしれません。実際海外において発生した緊急脱出を伴った ATR の事故の報告書では、この前方の非常口から脱出した旅客の証言として、若く小柄な人であれば特に難なく脱出できるが、そうでない人、また動きが機敏でない人はこの小さな非常口を抜けてその次に来る落差に対応するのは補助がなければ困難を伴うとの記載があります。このように緊急脱出スライドが装備されていない場合、基準ギリギリの高さから脱出しなければならないケースもあるわけですが、近年になってこの 1.8 メートルという基準に対しては見直した方が良いのではないかという風潮になりつつあるようです。過去の緊急脱出の例を見ると、特に脱出スライドを装備しない浴場非常口からの脱出において改善が必要と見るべき事象が何件も発生しています。例えば非常口から浴場に降りた旅客の多くは、そこに脱出スライドがあることを期待していたようで、それがないことに戸惑い、どうすればよいか分からず右往左往したり、翼の先端に向かって移動したりしてしまい、浴場に人だかりができてしまう。翼から飛び降りなければならないと悟った後でも、その高さのため飛び降りることを躊躇し、再び機内に戻ってしまう。乗務員が旅客が怪我を負うことを危惧し、そもそも浴場の非常口を使わせたがらない。そして何より実際に翼から飛び降りて重傷を負ったケースが何件もあるということ。こういった状況は脱出に際しての旅客の安全性、また旅客全員の円滑な脱出を妨げるという観点からも望ましくないことです。このような実態を踏まえ、アメリカの NTSB 国家運輸安全委員会は2000年に公表したレポートの中で、アメリカ連邦航空局に対し、いわゆる6フィート、1.8 メートルルールに関して、それが妥当かどうか改めて見直すべきという勧告を行ったほか、2009年にはヨーロッパの欧州航空安全機関、2018年にはイギリスの王立航空協会なども公表したレポートの中で同様の問題提起を行っています。ただ今のところこの話に関しては進捗は見られず、現在もこのルールに変更はありません。もちろん 1.8 メートル以上の高さから飛び降りても怪我をしない人はしないでしょうし、これより低い高さから降りても怪我をする人はするでしょうから、どこかで線引きはしなければならないわけですが、過去の事例から見ても現在の基準が必ずしも大方の人間が迷いなく飛び降りられる高さではないということは頭に入れておかなければならないかもしれません。以上、翼や胴体が中途半端に低いがために脱出スライドが装備されず、危険とも安全とも言い難い、なんとも微妙な高さから脱出しなければならない飛行機のお話でした。